広島で生まれた2大ボールメーカーミカサとモルテン辻犬が最初に向かったのは1917年創業のミカサですお忙しいところよろしくお願いしますとんでもんございますこちらこそよろしくお願いいたしますボールがずらっと並んでるのを見ますとあ、はい、ミカサさんにやってきたんだなっていうのが実感できるんですけれどもありがとうございますこちらですね御社の歴史を感じさせるあ、そうですねはい。はい、これが ミュンヘンオリンピックそうです1972年最初にオリンピック公式級になったっていうのは前の東京の時は、はい、メカメ書かないで何社かが持ち寄って作って使ったと聞いております使われたのは1964年東京オリンピックが最初なんだけども<お>その時は大々的にミカサのバレーボールとは出てなかったこの時初めてこれが初めてミカサの名前を出せたうわー これですか。はい。うわー、ちっちゃくてか、軽いですね。あ、やっぱそうですね。<laughs> よく、ええまあ、中学や高校の私が授業でやってた頃はなんかも,もっと真っ白で大きくてっていうイメージが、ね、ちょっと重かったような、ええ、これもういろんな技術の水がここに集められてるんですかも。もう塊ですね。塊ですか。はい。 三笠の技術の粋を集めて作られたバレーボール今年の東京オリンピックでは他にもビーチバレーと水球のボール2種目の採用が予定されています、ね、このバレーボールの生みの親が小川さんどんなボールを作り上げたのでしょうか、まあ 教会とかまあそういう関係者からもやはりこうラリーが続くボール、つまりこうプレーが面白くなるというようなものが望まれているので、私らもやっぱりそう選手が使いやすくてでまあ見る方も面白いそういうようなボールにし,したかったご苦労された点でボールというのは見た目も重要なんですけどもやはりまあ特にこういう競技用のボールというのは性能というのをきちっとあの兼ね備えていかなければならない。 小川さんによると、表面パネルの位置や色を一つ変えるだけでボールの見え方や飛び方が大きく変化。さらにリンプルと呼ばれるこのくぼみ、これにより手に当たる時の衝撃やコントロール性が大きく変わってくるのだと言います。ちなみに小川さんはバレーボールのご経験っていうのは全くないです。全くないで <laughs> 見るのはわと昔から好きなんですけど、はい、経験はないですね。 最先端のバレーボール、その製造工程を見せてもらいましたこのブラダーに、はい、ナイロンの糸をですね、はい、約3000メートルぐらい巻いていきます、はい、3000メートル分の糸を巻く3キロぐらい、ね、3キロそうですねこれで耐久性と丸さを持たせるために 偏りが出ないように糸を巻くこの技術は三笠が代々受け継いできたといいますそして人工比較のパネルを職人が一枚一枚手で貼り付けていきますやっぱり温度とか湿度とかそういった影響が非常にありますのでなかなか機械化は難しい、はいはい、最後のこの押し付けてる部分っちゅうのは隙間なくなす。隙間ない 重ねじみにして、あ,あの入れ込む、はい、そうするとあの隙間が出ない。いや、お疲れ様でした。もう名人芸ですねこれは。こんな作業を見たらもう世界中のバレーボーラーがこんなありがたいボールはもう叩いてられへんっていうことですねんんんん。どんどん叩いてどんどん叩いくんですね。<laughs> 三笠では年間140万個のバレーボールを生産していますが実はそのほとんどがタイの現地工場で作っているものオリンピックを前に新型コロナウイルスの影響は出ていないのでしょうかタイでの生産はあまり影響は今のところ出ておりませんそこは問題ないこという問題ないです安心して大丈夫ですかそこはもう念入りに準備してまの、はい、大丈夫ですなるほど 一方同じ広島市内に本社があるモルテンそもそもなぜこんな近くに世界的なボールメーカーが2つあるのでしょうか三笠とモルテンが同じ広島にあったということがものすご、ね、くまあもう驚きなんですけどはい、はい、創業は年,年ですねもともとは三笠さんと同じ会社でそこから出てったっていう、はい、そこからモルテンと2つ分かれたっていう感じです。うん ミカサの社員が独立する形で創業したモルテン創業翌年には早くも第1号となるボールを完成させスポーツ事業に本格参入しました私個人的に一番気になるボールはこれなんですね。すこれはですね天皇杯国立競技場のこけら落としで、はいはい、令和初の天皇杯っていうビッセル神戸が優勝した試合、ね、そうですねそれで蹴られたボールです。 れれも御社が作られてたんですねす御社のボールがオリンピックで公式球に採用されたっていうのは1984年のロサンゼルス大会で初めてバスケットボールが公式試合球として採用されました、はい、で今回の東京オリンピックが記念すべき10回目となってます、はい、2020年東京五輪で、まあ、使われる予定予定です こちらが男子オリンピック世界最終予選で使われオリンピックでも採用が予定されているモルテンのバスケそうですね今回あのボールのコンセプトがエンジニアリングとデザインとアートの融合仕様っていうのが今回目指してまして、はいはい、でもちろん僕らの技術で、はい、より使いやすいボールを使おうっていうのはやってます。はいはい 桜のデザイン<ー>これはソメイヨシノっていう東京でで生まれた桜なんですよ、はい、それが世界中に広がってったっていう、はい、それと同じようにバスケットの興奮をですね、はい、が広がっていく様子をこう桜で表現して、はい、この日本らしい円ですねその先にあるこれは青柳美線さんという書道家に書いていただいたっていう、はいはい、あいいですね。 実はこのモルテンのバスケットボールもタイと中国で製造されているということですが、はい今のところ問題ないです。問題ないですはい。それは確認しました。材料も含めてです。じゃあもうオリンピックが開催されさえすれば、さえすればボールはもうバッチリ準備。バッチリでございます。わかりました。広島でオリンピックを支えるボールメーカー。 最後にお互いのことをどう思っているのか聞いてみました。そうですね。いやまあでも本当あの私たちも広島好きなんで、はい、やはりあの同じ広島の企業さんとしては、うん、あのそういう意識はありますね。ライバル関係なんですか。<laughs> あもうあのやはりまあライバル関係ですね。うん、それはまあやっぱりあの商売ですんでね。はいえー、それはやっぱ切磋琢磨、うん、お互いする必要はあると思いますね。 うわど,どういうい関係なんです仲はいいと思うんですけど一世代前はすすごかったんですよもう本当に、まあ、広島でいう仁義なき戦いみたいな <laughs> そういうノリだったんですけど「<laughs> 終わりや終わりや,終わりや」みたいな「うん、わしがやるんじゃどうじゃ」いうのあったんですけど今はやっぱり我々も六、まあ、日さんもそうだと思うんですけどグローバルで市場を見てるんで、うん、小さな国で。 吸ったもんやるよりは、はい、世界やばたいていこうっていう方、うん、意識の方が高いですね今は。